シーキング・ザ・ダイヤは、アメリカ合衆国で生まれ、日本で調教された競争馬である。2008年春より種母馬として強要されている。2003年12月6日、阪神競馬第6競争の新馬戦を一番人気でデビューしたが、結果は五着。しかし次の未勝利戦で勝利すると、年明け初戦である、東京競馬のクロッカス・ステークス、初の重賞である。 アーリントンカップ、続く、ニュージーランドトロフィーと4連勝を達成した。デビュー戦以来全てのレースで安城を務めた、竹豊と共に、母、シーキングザパールも優勝した、GI、NHK マイルカップに出走するも、結果は、キングカメハメハの7着と断廃、母子に大制覇を成し遂げることはできなかった。その後は、 海外遠征を行い、ジュライカップやモーリスドゲスト賞に出走するが、どちらも惨敗。帰国後は、土地にマロニエカップに出走、一番人気に押されたが、結果は、ノボトゥルーの三着であった。しかし、続く、兵庫ゴールドトロフィーでは一番人気に応え勝利する。2005年初戦は、川崎記念。このレースから、安城が、デビュー以来すべてのレースで手綱を取ってきた。 タケユタカから横山のりひろやオリビエペリエに乗り換わる。そしてフェブラリーステークスマイルチャンピオンシップ南部杯 JBC クラシックジャパンカップダート東京大賞テント GI に幾度も挑戦するも結果は JBC クラシック6着以外は全て2着であった。また3度目の海外遠征となったシンガポール G1 のシンガポール。 航空インターナショナルカップでは7着であった。2006年、フェブラリーステークスに再挑戦するも、竹豊城城の金引きりに3馬審査で敗れ、またも2着となった。7ヶ月の休養を挟み、再び竹豊が手綱を取った、日本テレビ杯では、単勝オッズ1.4倍の圧倒的な一番人気に、答え2年ぶりの勝利を飾った。 しかし続いてのマイルチャンピオンシップ南部杯でも圧倒的な一番人気になり初の GI 制覇が期待されたものの4着に敗れたさらに続いての JBC クラシックでも圧倒的な一番人気になったがタイムパラドックスを交わせず一場進半及ばず2着に赤敗したジャパンカップダートも一番人気となったが最後の直線で追い上げるも前を行くアロンダイトを交わせず G.I. 9回目の2着となった。その後、竹豊が、非常停止のため、東京大商店に、横山則博騎乗機場で挑戦。先行し、直線で先頭に立つも最後は3着に敗れた。2007年もフェブラリーステークスから始動。しかし、伸びきれず9着と大敗した。続く、帝王賞でも5着、第7回 JBC クラシックでは、 横山のりひろで6着に敗れ、GI 及び JP2 を勝つことだけでなく、2着にもなれないでいた。その後、第8回ジャパンカップダートに出走登録を行いながらも回避し、浦和記念に出走。ここで久々の勝利を挙げ、11月29日に発表された重賞オープン特別競争レーティングでは、108ポンドの評価を得た。 現役最後のレースとなった第53回、東京大賞店は6番人気で6着だった。2008年1月16日付で JRA 競争場登録を抹消された。なお競争場登録は抹消されたが1月22日に締め切られたアジアマイルチャレンジのシリーズ登録を行っていた。2008年春より北海道ニーカップ町の優秀スタリオンステーションで 一シーズン限りの条件で種ボバとして供養され2009年シーズンからアメリカ県タッキー州のヒルンデールファームに移動2011年からはチリのマタンシラ牧場で2年間の契約でリース供養される2013年からはアメリカフロリダ州のブライドルウッドファームで供養されるが同年の北半球の繁殖シーズン後にチリのサンタモニカ牧場に移動 同年の南半球の種付けシーズンから強要される。2011年5月11日に北海道競馬で行われた新馬戦フレッシュチャレンジにおいて3区のシーキングブレイブが勝ち、2011年にファーストクロップが出走する新種ュ馬の3区として初の勝利を挙げている。ただ、3区の活躍は前日のシーキングブレイブのエーデルワイス賞2着が目立つ程度で、 中央、地方ともに重症カチューマは現れていない。一方、チリでは G1 ューマを複数出し成功を収めている。GI に限れば20戦して1着0回、2着9回3着1回と前戦こそスレード勝つことができなかった。花差、首差で赤敗したレースもある。GI レースで2着9回という数字は JRA 所属場の記録としては 過去最多である。過去には、ブエナビスタや名称土塔などの例もあるが、これほどまでのケースは、世界全体を見渡しても極めて稀なものであると言える。なお、GI2 着の回数は、フリオーソが2011年のフェブラリーステークスで2着に入ったことで、通算10回目の2着となり、シーキングザダイヤの記録を更新している。しかし、 GI 未勝利場に限れば、シーキングザダイヤが最多である。ありがとうございます。